皆さんこんばんは。こたつ研究所へようこそ。私は主任研究員のメガゴリラです。よろしくお願いします。今回は第1回 Q&A コーナーということで、皆様に寄せられた動画のコメントの中から私が勝手にコメントを抜粋しまして、それに回答していくという企画です。決して動画の編集が間に合わなかったわけではございませんので、よろしくお願いします。では最初の質問から参りましょう。イカさん、こんな理科の先生だとよかったなぁ。理科って言ってる時点で多分中高生の方だと思うんですが、義務教育の理科つまんないですか？気持ちはよくわかります。私も、中高の時の理科は大嫌いでした。今、中高の理科がなんでこんなに大嫌いだかって考えると、紙の上でしか理解していなかったのが多分一番つまんなかった原因かなと思ってます。例えば、私が今回取り上げてられいない生物、中学で出てくる、例えば、ゾウリムシやミジンコなんてものが出てくると思いますけども、白黒の教科書にゾウリムシやミジンコの絵が描かれてて、先生にこれがミジンコなんだよ、手みたいなのが入ってるでしょ、かわいいねとか、これがゾウリムシなんだよ、足がいっぱい生えててこれがふにゃふにゃ動くんだよって言われても全く実感がわからないんですよね。あれすごいこう顕微鏡の世界にそういう生き物がいて、でしかも彼らが生きてるっていう想像が全然わからなくて興味が惹かれなかったんですよね、その時は。で、科学物理も同じで、運動量保存則とか、あれ実際に、実験で観察するとすごい面白いんですけども、運動量保存則とか、あと科学はなんだ、燃焼やるのか、熱力学は高校か、まあ、科学分野多分反応やるのかな、反応何やるんだ、酸化還元とかかな、酸化還元反応とかを勉強すると思うんですけども、その辺の実験って結構簡単にできるのに学校ではあまりやらなくて、でそれで目の前で勉強してる内容が自分の世界とは関係ないように思えて、多分今俺はファンタジーの世界の授業を受けてんだなっていう感覚になるんですよね。だからこれが俺の日常生活の何に役に立つんだ、何に応用できるんだってことが全く見えてこなくて、勉強意義がわからないっていうのが私の、学生時代でしたね。まあ今もそんなにめちゃくちゃ好きってわけじゃないんですけど、なのでもしも理科つまんないなと思っている人がこの動画見てましたら、面白くする方法を今伝授します。面白くする方法は2つあります。1つは手を動かして実験をすること。学校で習った内容で、まあ、酸化還元反応なんて結構簡単に実験できる内容ですけども、実験できることは実際に手を動かして実験してみることをお勧めします。今インターネットでいくらでも実験方法なんて乗っかってるので、信頼のできるソースを探してそこのデータを見ながら実際に実験してみるっていうことをお勧めします。で、実際に目で見てみると、これってこんな音がするんだとか、こんな匂いがするんだとか、こんな色に変わるんだってことで五感で学ぶことができるんで、これは非常に強いです。他の生徒は目でしか得てない情報をあなたは五感で得ることができるので、もうそれこそ本当に身に染みて学問を理解することができます。あと2つ目、理科を面白くするコツ。インターネット、 YouTube で調べてください。学校の教科書に縛られてはいけません。学校の教科書は、その後のカリキュラムを考慮して、その後のカリキュラムに出てくる内容は出てきません。なので説明が不十分だったり、また、説明が省かれてたりします。なのでぜひ、学校の授業を聞いて疑問だな、わかんないなとか、なんでこここうなってんだろうなと思ったら先生に聞くか、インターネットで調べてください。そうするとインターネットには詳しい人が必ずいるので、そういう人たちが記事を投稿したり、また YouTube なんかも詳しい人が動画を投稿しています。その中ですごくわかりやすい説明なんていくつもあるので、その説明を読んで見て、で理解するのが大事だと思います。で、ここで一つポイントは、その検索ワードを日本語で打ち込まずに英語で打ち込むことです。中高生の方、英語できないからそんなの無理だよと思わないでください。今 Google 先生すごい便利です。私も英語苦手なんですけども、今 YouTube はだいたい字幕が入りますし、それを日本語訳にできます。で、さらに、動画じゃねえ
さらにウェブ検索でも翻訳機能を使えばある程度の記事の内容を理解できるので、ぜひそれを試してみてください。正直日本語より英語の方が理解できる文献が非常に多いです。ぜひ英語で理科を学んでみてはどうでしょうか。チャレンジしてみてください。次の質問もありましょう。あかねこさん、申し訳けど BGM ちょっと大きいかな。これに関しては申し訳ない。熱変から音量修正してるので、もしもその辺でまだまだ音量微妙よって人はコメントで残してくれればいいと思います。数が多ければ変更します。また BGM だけでなく、なんか気づいた点があったらコメントで教えてくれればいいかなと思います。あれこさん、教えていただきありがとうございます。じゃあ次の質問参りましょう。抹茶6752さん、この動画すごいな。科学のめんどくさい部分にギリギリ踏み込まないレベルで科学的な問題の解決方法を解説している。伸びてほしい。ありがとうございます。これは本当に嬉しいね。科学って踏み込むとめんどくさいんですよね。例えばメントスコーラだったら、表面張力、今回踏み込みませんでしたけども、あれ細かく説明すると、分子でできて、原子でできて、電荷でできてっていう感じで、めんどくさい流れになるんで、そこを全部説明してるとなかなか難しいんですよねってところで、私の動画は基本的に最低限で省いて説明をしています。なのでそれ以上詳しいことを知りたい人はぜひ Google 先生にググってみてください。まあ、これからも、分かりやすさを重視した動画を投稿するつもりなので、科学が身近になってくれたらいいなと思います。抹茶さん、ありがとうございます。さあ次、読めんぞこれは。クッキングユーマさんか。クッキングユーマさん、ありがとうございます。このチャンネルを伸びてほしい。嬉しいね、そうやってちょっちょく言われると。伸ばすようにこれからも動画投稿頑張りますが、今回みたいな動画も増えるかもしれません。早く会社辞めたい。やめとこうか、この辺の話で。はい、次に行きます。ババさん、そもそもエネルギーについてよくわからないから、エネルギーについて教えてほしい。なるほど、難しいこと言いますね。エネルギーはできれば説明したくないっていうのが率直な私の感想です。真面目な話をしますと、エネルギーっていうのは学問と時代によって解釈が異なっていて、非常に解釈がめんどくさい領域の一つなんですね。なので学問に絞って説明をすることは可能ですが、エネルギー全体について説明することは不可能なので、エネルギーについては説明をしないというのが建前です。本音は本人が説明できないから説明しません。次に参りましょう。じゃあコップがめちゃくちゃ凹凸がないコップならブラック企業ウォーターから逃れられないのか。タタさん、ありがとうございます。面白い考え方ですね。その通りだと思いますとは言えませんが、凹凸がないコップがあるならば、多分ブラック企業ウォーターから逃れないことはないですが、逃れにくくなると思います。まあ、蒸圧に戻した炭酸水なので、時間が経てば炭酸は抜けていきます。ただ凹凸がないところで抜けにくくはなると思います。そしてこういう質問はこれから大歓迎ですので、ぜひコメントしていただければと思います。次に参りましょう。太郎0910さんですね。 Y 原始人だけどこの動画めっちゃためになったで。次は火の起こし方とかも解説してくれるとありがたいぞとかコメントしようと思ったら、めっちゃ科学的な内容で冗談抜きでためになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。原始人さん、科学の発展に寄与しましたか？オタクの国？オタクの星の科学の発展に寄与しましたか？火の起こし方については、熱って何ってところで、基本を説明してますので、ぜひその熱って何の内容を応用して火を起こしてみてください。あなたの星の発展にこれからも寄与できるよう頑張っていきます。ありがとうございます。さあ次に参りましょう。なめこ007さん、電子レンジで物が温かくなる原理を教えてください。難しいですねこれも。電子レンジ、実はそのうち取り上げようと思ってます。熱もその前座なんですけども、電子レンジの仕組みを説明するにはいくつか説明しなきゃいけないことがありまして、まずは原子をもうちょっと掘らなきゃいけない、電荷の話をしなきゃいけないのと、あと電波の話をしなきゃいけないですね。マグネトロンはどうしようかなということで、いくつか説明しなきゃいけない内容があるんで、その説明が終わったら電子レンジ
説明したいと思ってます。それが1ヶ月後なのか、半年後なのか、10年後なのか分かりませんが、そのうちやるので、なめこ007さん、お待ちください。そのうちやります。はい、次。ラストの質問ですね。新しくはだよ、さん。油がどういう物質かというテーマで動画を作ってほしいです。液体の定義に当てはまるらしいですが、文系でいまいちわからなくて。なるほど、油ですね。油面白いよね。油がなぜ水に溶けないのかっていう話をしたいんだと思うんですが、油は実は液体です。液体の一つです。なんですが、油は、分子が水とだいぶ異なる構造をしてましてっていう話を動画でしようかなと思ってます。なんでそのうち油って何を出すかもしれません。お楽しみに。ちなみに次の動画は今のところ、油、電子レンジ関係ない動画を出そうと思ってるので、次の動画は関係ない動画を出します。ちょっとテクノロジー系いこうかなと画策をしてます。今回の、Q&A コーナーは以上です。もしも私に質問等々ありましたら、ぜひぜひこちらの Q&A コーナーに質問していただくか、他の動画のコメント欄に質問していただければと思います。全部拾えるとは限りませんが、自分が気になった質問は拾っていこうと思いますので、ぜひコメントいただければありがたいと思います。また、私の動画内、コメント欄で、科学的な議論、物理的な議論、また妄想でも構わない、そういった議論大歓迎です。たまに私が参戦するかもしれませんが、参戦しないかもしれません。なので、議論していただく分には大歓迎ですので、ぜひ議論してみてください。それでは今回はここまでです。これからも科学を身近にしていきますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。またねー。